はいどうも、組んでみたレビューです。長谷川のエボヨンの、カタルニアラリー仕様ですね。よいしょ。あ、これ ちなみに中古品を組み立てました。今のロットはちょっとどうなってるかがわからないんであれなんですけど、このロットに関してなんですけど、デカールはカルトグラフのデカールが入ってました。で、やっぱりまあ年数が経ってね、ある程度の年数までだったら大丈夫だったと思うんですけども、このカタルニアラリーのデカールに関していくと、カルトグラフのデカールなんですけども、ですね、薄いんですよ。というか、薄いというか透けちゃう感じでしたね。カルトグラフのやつだったらある程度ね、色とか、こう、なんて言ったらいいですかね。こう、ちゃんとした、白地の上に赤とかね。そういう感じに塗ってある、塗ってあるというか、まあ、なってるデカールなんですけど、これ赤いところに関してはもう、ペラペラで、透けてました。もう、多分これボディカラーが白じゃなければ、この赤色は出ないと思います。まあ、もちろんね、白なんでその辺は気にしなくてもいいかなと思うんですけど、で、あとですね、まあ、これは組む前から想像はしてたことなんですけど、ホイールが小さいように感じるんですよね。で、自分こう、ラリーカーって言うとターマック仕様のね、車高がペタペタで、で、ホイール大きくて、タイヤペラくて、まあ、この年代だとそこまで、こう、ホイールが大きくないとは思うんですけど、ただもう少し大きくてもいいんじゃないかな、っていうことを思いました。あと、車高が多分ノーマルの、ボヨンですね。組んでみたレビューの方やったらね、酷評したらそんなボロカス言うなみたいな感じのコメントがいっぱいついた組んでみたレビューの方ですね。あのノーマルと多分車高足回りのパーツに関しては一緒なんじゃないかなというふうに思います。そういうこともあってね、ちょっとねがっかりというか、まあある程度想像はしてたんですけど、やっぱりそうなのかって言って、がっかりしてしまいました。まあタミヤのね、ターマック仕様は、もう全体的にもうその辺がね、すごくってこともないか。ホイールが大きくて、タイヤが薄くてっていう風になってるんでね。まあその辺は、タミヤの、まあターマック仕様の方が、やっぱ好きかなっていう感じはするんですけどもね。ライブの時にね、やったシートベルト。あの後ですね、まあ、これのシートベルトをやってたんですけども、あの後もう一脚作ったんですよ。もう一脚分ね、まあ、二脚分作らないといけないので、二脚目はね、皆さんのアドバイスのおかげで、少し早く組めました。まだまだね、ちょっとね、練習しないといけないなというふうに思うんですけども、まあ、ライブの時に2時間半ぐらいかかってようやく一脚でしたっけ？もう一脚のね、次の日にやったんですよ。もう一脚はね、2時間ちょい切るぐらいかな。というぐらいで、できました。ご指導いただきありがとうございます。今後もね、いろいろとご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。ウィンドモールのところなんですけども、これも多分ね、ノーマルの時にもやらかしたと思うんですけど、筋彫りの彫り直しをやろうとしたらですね、貫通させてしまいました。今回はね、そこを貫通はしたんですけど、そこで、あーって思った時にはもう遅かったんですけども、まあ、なんとかかんとかっていう感じにはできましたけどもね。まあ、あとリア、はみ台します。ここもね、なんかちょっと調整した方が良かったかなというふうに思うんですけど、今回はもうそこまではしませんでした。まあ、エボ4自体がね、まあこれしかないっていうのがあったりとかするので、なんとも言えないところではあるんですけども、まあこんな感じでできました。もうちょい、あとこのピラー、B ピラーのところですね。これ、説明書の貼り付けの画面、図面のところを見ると、しっかりね、ピラーいっぱいいっぱいまでなってるんですけど、こんな感じです。これもね、ひょっとしたら今のロットだったら改善されてるかもしれないんですけども、まあ、いっそのこと塗ってしまった方が早いのかもしれません。塗り分けしちゃった方が早いのかもしれませんがね。まあ、こんな感じになりました。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。シートベルト頑張ります。